7代目モデル ES は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスの中大型セダンである。日本で販売されていたモデルについて初代は、カムリプロミネント2から4代目は、トヨタウィンダムを参照。1989年に、北米市場で、レクサスブランドが立ち上げられた当初から、LS と共にラインアップされている車種であり、RX と並び、 レクサスの最良反射手となっている。レクサスのラインアップ上では、イズと共に、米ドル価格4万ドル前後のミドルクラスを受け持つ、モデルとして位置づけられている。レクサスのセダンで、唯一の FF 車であり、イズや GS と比較した場合、走りよりも乗り心地に重きを置いた作りがなされており、日本的な高級車となっている。初代モデルは、日本で販売されていた。 トヨタカムリプロミネント4ドアハードトップをベースに細部をモディファイして北米市場で発売。フラッグシップモデルである初代 LS と共に北米での開業を間もないレクサスを支えるモデルとなった。以降、2代目から4代目は日本国内のみトヨタウィンダムとして販売されたが、5代目、6代目に相当するモデルは日本では販売されず、海外市場専用モデルとなっていた。 長らく北米、中国を中心とした販売が続き、特に北米市場では長期にわたってレクサスの機関車種としての地位を得ていた一方、日本及び欧州への投入は見送られていた。その後、2018年10月にリリースされた7代目より ES としては初めて日本市場に投入。また、順次欧州市場にも投入されることとなった。 1989年登場。カムリプロミネント4ドアハードトップのレクサス版として販売された。カムリプロミネントとはフロントグリルなどのデザインが異なり、LS2 に対メージが演出された。社名エンブレムはテールランプに装着されている。初代レクサス ES は1989年1月にデトロイトで開催された北米国際オートショーで登場した。 レクサスという新ブランドがフラッグシップ社の LS401 車種のみで発足するのを避けるため営業的検知からエントリーモデルとして ES が同時に登場することとなった。ES250 と名付けられカムリと同じ 2.5LV 型6気筒エンジンが搭載された。これまで日本市場1000倍だった V20K4 ドアハードトップのトゥータカムリプロミネント ビスタをベースにしたバッジエンジニアリングである。外装は同世代のトヨタブランド車のボディスタイルやと車体寸法と同様であったが、より高級車らしさを演出するため、目立つフロントグリル、大型のテールライト、クローム飾り、フレームなしの窓、LS のものと似た特徴あるデザインのホイールを、内装では6スピーカーのパイオニアサウンドシステム、木製化粧版、ワンタッチ式、 パワーウィンドウ、革製シートといった装備を備える。トランスミッションは、ノーマルとパワー両モードを選択できる、電子制御4足オートマチックトランスミッションと5足のマニュアルトランスミッションが選択できた。安全装備としては、運転席、SRS エアバッグと ABS があり、オプションで15インチアルミホイール、電動式運転席、パワーシート、電動式、ムーンルーフ、 CD プレイヤーといったものがあった。革製の内装はオプションでの設定であったが、ほぼ共通に注文され、布張り内装の ES250 も少数だが、生産された。ES は高級スポーツセダンと位置づけられ、発売当時の米国市場での希望小売価格は約2万2000ドルであった。発売されて、最初の一ヶ月間で二百十六台の販売を記録したが、 これは ES と異なり独自かつ全く新規のプラットフォームを使用した LS の前には色あせたものであった。初代モデルの生産は1989年8月30日に、始まり1991年7月5日に終了し、生産台数は1990年モデルが19534台。 1991年モデルが17,942台で、そのほとんどが AT 車であった。生産期間も短かったため、現在では、米国の路上で見かけることは稀である。1991年登場。このモデルの日本でのトヨタブランド版が、初代ウィンダムである。日本にはない5速 MT 車の設定もあった。1991年9月に、 レクサスは1992年モデルとして2代目 ES を発表。外観は全く新しいスタイリッシュなデザインとされ、LS とも共通の特徴を持つようになり、モデル名はエンジン排気量が3リットルに拡大されたことに、伴い ES300 に変更された。ES300 は 185HP3.0L の3 v z f e 6エンジンを搭載し、 0から6 0トルの加速は7.9秒を歌う。プラットフォームを共有するカムリと比較すると、独自のスタイリング、異なるサスペンション設定を持ち、ボディパネル風入のアスファルト車音材や、追加の装備品、その他の際から、重量は200ポンド重くなっていた。先代と同様に ABS を標準で備え、5速の E53 型 MT か4速の A540。 1E 型 AT が選択できた。仙台よりも丸みを帯びた形となり、全長で5イン、全幅で3インと大型化された。顔周りでは曲面カバーに覆われたプロジェクター式ヘッドライトと3本23のグリルを備え、レクサスのエンブレムはボンネット状に移された。ボディ側面は各種ビ B ピラーとサッシュレスのドアを持つビラードハードトップボディである。 トランクリット上には LS に似せた一体型スポイラーを備え、空力性能を向上させている。内装ではセンターコンソールにカリフォルニア産ウォールナットをあしらい、革製シート8スピーカーのプレミアムサウンドシステムとキーレスエントリーを備える。ホイールベースと全幅の拡大により、先代モデルよりも足元と肩周りの空間が広げられた。 生産は1991年9月9日に始まり、米国内ではその年遅くに1992年モデルとして販売が開始されたが、トヨタブランドの類似モデルが販売されていたヨーロッパでは販売されなかった。二代目 ES は販売において大きな成功を収め、レクサスの最多販売車種となった。最初の通年販売年で39,652台を、 記録し、翌年は、生産年だけで前年と同等かそれ以上の台数を記録した。発売当初のベース価格は 26,550US ドルであったが、1994年には円高と高需要のために、メーカー希望小売価格は、元々の1992年の価格よりも19.3%、高い 31,200US ドルに上昇した。 1993年には、新しいデザインのフロントグリル、助手席、エアバッグの新設、外気温度計、ハロン非使用エアコンディショナーといった、紹介良を施された1994年モデルが導入された。北米市場ではエンジンが 188HP を発揮する新型の全アルミニウム製1 m z f e エンジンに置き換えられたことにより、 形式名も MCV10 へ変更されたが、その他の市場では 3VZ、FE エンジンのままの VCV10 が継続された。1995年にウィンカーランプとフォグランプのデザインが変更され、1993年以降は5速、MT が廃止された。1996年に内装にコーチが選定した革が使用され、コーチ製のカバンセットが添えられた ES300。 コーチエディションが設定された。モデルチェンジ前の最終年だったにもかかわらず1996年モデルの ES300 の販売数は前年比21%増を記録し、この年は4735台が生産された。1996年登場。三代目 ES は仙代を発展させたデザインで1996年9月に1997年モデルとして、 発表された。仙台よりも、車体合成は30%高い、より軽快でシャープなラインのボディを持ち、リフレクター式ヘッドライトとより広がり感のある内装を備えて、女優のシャロン・ストーンをホストに迎えた、ビバリー・ヒルズのロデオドライブで模様された、ガーラーイベントで発表された。エンジンは 200HP の 3.0LV6 と4足 AT の組み合わせのみであったが、 日本市場のウィンダムには 197HP の 2.5L に MZFEV6 エンジンも用意された。全長は多少長くなったが、重量は仙台よりも軽くなり、空気抵抗は CD0.29 とこれも仙台よりも向上していた。当初は路面状況に応じて各和のショックアブソーバーを独立して調節する機能を持つアダプティブ。 バリアブルサスペンションが提供されていた。内装では、自発光式、メーター、レクサスオプティトロンインストルメントパネル、ウォールナット製化粧板、革製シートを備え、その他の豪華標準装備品として、電熱ドアミラー、フルオートエアコン、電動ムーンルーフ、グローブボックス内捨て付けの CD チェンジャー付け中道、プレミアムサウンドシステムといったものが揃えられ、 電熱シートもオプションで用意された。米国でのベース価格は1997年モデルの ES300 が 3395US ドルで、発売初年度で58430台の販売台数を、生産期間中は35000から5万台の範囲の販売を記録するという先代を上回る成功を収めた。 1997年に発売された1998年モデルでは、主に前席サイドエアバッグの標準装備や、衝突寸前に、前席の乗員をシートに確実に拘束する、ホースリミットシートベルトといった、既存の補助拘束装置に関する、わずかな改良が施された。盗難防止装置として、鍵の中にトランスポンダーチップが埋め込まれた。可変バルブタイミング機構付けの、 1MZFE エンジンにより1998年に出力は 210HP へと向上した。後期型 ES3001999 年に発売された2000年モデルでは小規模なフェースリフトを受けてテールライトと方向指示灯の透明化、新しいグリルとヘッドライトで顔周りの刷新、透明フォグランプ付きの下部バンパーと 体型アルミホイールといったものが新しくなった。内装では自動防限式、ルームミラー、木目化粧板の増設、オーディオの紹介量と自動レベルコントロール機能付きディスチャージヘッドランプがオプションに設定された。1998年から2001年には限定でコーチエディションが設定され、1999年から2000年には電動ムーンルーフ、特別内装、 特製アルミホイールを装備したプラチナムエディションが設定された。2001年登場。AT が5速化され、ハードトップからセダンに変更される。日本仕様であるトヨタウィンダムは、この台が最後となった。より大型化した4代目 ES は、イズがレクサスの新たなエントリーモデルとして、ラインアップに加わった。翌年の2001年に2002年モデルとして、発表された。 伊豆の登場に伴い、四代目は仙台までのスポーティ感を取り除き、より上級の豪華な車に仕立て上げた。仙台までと比較すると、NVH からの隔絶、大きく柔らかなシート、改良された内装材といった快適さに重きを置いた内装を有する。外観は後方に伸びたヘッドライトと、クロームで飾られた単色塗装を持つ丸みを帯びた形状となった。 LS に似た新しいデザイン要素として、後部のクォーターウィンドウとボディ側面まで回り込む、テールライトの端が斜めに切れている点が挙げられる。より空力性能の向上したボディ形状の CD 値は0.28である。追加された装備品と重くなった重量にもかかわらず、加速性能と操縦性は損なわれておらず、電子スロットル5速 AT イブのブレーキアシスト付き ABS や VSC、TRC といった新しい装備が設けられた。豊田市にある筒み工場と豊田自動車九州宮田工場で生産される。車室内はダッシュボード、センターコンソールとドアにカリフォルニア産オールナット製化粧板が使用され、外部パドルライト、床照明、クローム製、ドアハンドル、後部窓の電動サンシェード、 ギアを交代位置に入れると自動的に下向きになるドアミラーといった装備が上級感を醸し出していた。オプションには後部窓の電動サンシェード、無敵管応式ワイパー、DVD 式、カーナビゲーション、マークレビンソンプレミアムサウンドシステムが設定された。より上級の装備により価格は上昇したにもかかわらず、最初の年で 販売台数は71,450台に跳ね上がり、ES は米国市場における最多販売高級車となった。2002年のの衝突テストで ES300 は運転席、助手席、運転席側側面の各部位で最高の5つ星を後部座席側面と点灯で4つ星を獲得した。ES330-2003 年に発表された2004年モデルで、 米国市場においては225馬力を発生する改良された3.3リットルエンジンを搭載する ES330 が追加された。2004年には限定で ES332 アダプティブバリアブルサスペンション17ワイスポークアルミホイールマーグレビンソンプレミアムサウンドシステム内装の向上、特別ボディ塗色を備えた特別モデルのスポートデザインが発売された。 2004年に発表された2005年モデルでは、透明化されたテールライト、プロジェクターヘッドライト、新デザインのフロントグリルといったフェースリフトを受け、内装ではハンドル部に操作スイッチを持つ、オーディオ、電動調整式ペダル、電熱、換気機能付き前席シートといった新装備が標準とされた。加えて新しいバーズアイメープル化粧板が車室内を明るく彩り、オプションで、 衛星通信が提供された。2005年には、ブラックウッドの化粧版、タモムシ色のブラックダイヤモンド塗色に、トゥミゼイのカバンを添えた特製の ES330? ブラックダイヤモンドエディションが発売された。2006年2月、シカゴオートショーで公開された。同年4月に、北米で販売が開始され、韓国など、順次、アジア諸国でも販売されている。製造は、 トヨタ自動車九州が担当しているが、このモデルから左ハンドル仕様のみの設計となり右ハンドル仕様が廃止されたため、日本だけでなく、オセアニア、東南アジアでも販売されていない。エンジンは新型の V6.35 リットルニグレイン FE へ置き換えられ、モデル名も ES350 となる。トランスミッションは6速 AT となり、 シーケンシャルシフトマチックを搭載、他のレクサス車同様、スマートエントリー機能を採用し、14スピーカーのマーク・レビンソンプレミアムサウンドシステムが設定される。カーナビゲーションは日本では HDD 方式が主流となっていた時期であるが、本モデルでは DVD 方式が採用されている。2006年10月に ES o メーターがグッドデザイン特別賞を受賞した。 また、すべてのモデルに対して、ムーンルーフ、または3枚のガラスで、ルーフパネルが構成されたチルトスライド式の機構を持つパノラマガラスルーフが標準で設定されており、シムケチによってはオプションで、ユーザーがどちらを装着するか選択することができる。2009年11月13日、甲州モーターショーにて時期4.2、4リットルエンジンを、 搭載する ES240 が公開された。2012年4月のニューヨーク国際オートショーで発表。レクサスの新たなデザインアイコンであるスピンドルグリルを採用し、スポーティ感と高級感を巧みに演出している。プラットフォームは K プラットフォームを継承するが、これまでのカムリ系よりさらに大型のアバロン系に変更され、これによってホイールベースが 先代から拡大されている。エンジンは従来の v 6 3 5リットル ES350 に加え、ES 史上初となるハイブリッドモデル ES300H もラインナップ。このハイブリッドに組み合わされるエンジンは時期4 2 5リットルの 2AR フックスで、基本的にはカムリのハイブリッドモデルと同じである。この採用により40メートル PG の EPN 燃費性能を実現している。このほか、一部市場向けには、時期4.25リットル、ES250 も設定される。内装には、GS と共通イメージの大型ディスプレイが備えられ、RX や HS などと同様に、リモートタッチが、セレクターレバー脇に備えられている。装備面においては、10エアバッグシステム、無知打ち障害低減シート、 ミリ波レーダーを使った衝突被害軽減ブレーキ、プリクラッシュセーフティシステムや後方と側面の車両を検知するクタ、車線逸脱警告機構などを搭載し、さらなる安全性向上が図られた。製造は引き続き、トヨタ自動車九州が担当するが、単に販売拡大を推し進めるだけではなく、日本ならではの技術を生かした生産がどこまで可能かという試金石にもなっている。 2013年10月に香港で販売が開始された。これは香港向け右ハンドル仕様であり、4 0系で廃止されていた同仕様がおよそ7年ぶりに復活したことを示す。2015年4月20日、上海モーターショーにてフェースリフトを受けた2016年モデルを発表した。中国、ロシア、台湾向けには、 直四二点で LD-4 を搭載した ES200 が新たにラインナップされる。2018年9月、北米市場及び中国での販売を開始。が、軽プラットフォームを採用し、快適性や上質な乗り心地を目指したとしている。ボディサイズは、先代モデルに対し、全長が約 65mm 延長され 4975mm 全幅は、 約 45mm、広い 1865mm、全高は変わらず 1450mm、ホイールベースは約 50mm 延長され 2870mm というサイズとなった。北米市場向けのラインアップは2.5リットル直列4気筒ハイブリッドシステムを搭載する ES300H と3.5リットル V 型6、気筒の ES350 の2種。 また、中国向けは ES、ES300H、A25 バイト回 XS 型を頂点に、2.0リットル直列、4気筒、6ARF 型を搭載する、ES200、2.5リットル直列4気筒、A25A 回 KS 型を搭載する、ES260 の3種が設定されている。また、両市場向けとも、ES としては、初となる、F スポーツが設定された。 また、この7代目は日本にも、レクサスブランドとしては初導入され、2018年10月24日に販売開始された。XV30 ウィンダム販売終了から起算すると、実に2世代、12年7ヶ月のブランクを経て、日本使用者が復活したこととなる。日本仕様は、ES300H のみの設定で、標準仕様、F スポーツ、 バージョン L の3種類が設定される。また、量産者として世界初採用となるデジタルアウターミラーをメーカーオプションで選択することも可能である。米国での各世代のレクサス ES の販売台数は以下の通り、メーカーの年間データより、ありがとうございます。